こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、肥満の妊婦さん、妊婦さんちゃうな、まだ妊活中やな、肥満の女性からの質問ですね。デブは子供デブはってデブは子供を産んではいけないのでしょうか。はい、これについてお話ししたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。肥満の妊婦ってどう思いますか。今妊活中ですが、 BMI が34で立派な肥満体型です。いろんなダイエット法を試してきましたが、生まれてこの方痩せたことがありません。絶対リバウンドします。このまま妊娠してもハイリスクなのは分かっています。実際心ない言葉もかけられました。でも子供が欲しい。デブは子供を産んではいけないのでしょうか。笑ってまうわ自分でデブはもう何、なんでこんなネガティブな、もう嫌やわ、もう。まあ確かにねでもおもろすぎてさ、デブはって自分のことデブは言うとるわと思ってさ、ね、ご自分でちゃんとこう分かってるじゃないですか。 BMI、 自分の BMI まず知ってる。34やって自分で知ってる。そのまま妊娠してもね、ハイリスクやっていうことも知ってるんでしょ。ここまでの知識ちゃんと持ってるんでしょ。その時点で妊娠していいんじゃないですか。母になる権利があるんじゃないですか。一番怖いのは自分の BMI も知らない、自分が肥満や、これがこれで妊娠した時にどういうリスクがあるかっていうことを自分でちゃんと把握してないっていうのは実際やっぱり怖いなと思います。ごめんね、傷ついたらごめんやで。デブはなデブはな、実際やっぱりリスク高いねん。その後でね、コメントももう一つそれに対してつけてくれてる方がね、これも読みますよ。私も初めて妊娠した時161センチと77キロ、立派な肥満体型でしたが、3ヶ月で妊娠できました。自分でも太ってるのは分かってましたが、きちんと自分の排卵なども把握してできるだけストレスをためない生活を心がけたら大丈夫やと思います。ちなみに出産した時は90キロいってました苦笑って書いてあるわ。今2人目妊娠中なんだって。2人目妊娠中でもう出だしから90キロスタートやってんで、うん、でもなんとか今妊娠8ヶ月で妊娠前と同じ90キロキープしてます。えらい。太りすぎて妊娠できないとかはないですが、心配なら病院で一度相談してもいいかもねっていうことでね、くださってます。すごい勇気をいただきますね。この彼女なんかでもね、きちんと自分で排卵なども把握してできるだけストレスをためない、込まないような生活を心がけてっていうことで、こう妊娠っていうものに対してちゃんとこうある程度の知識を持ってくれてる、これがやっぱり大きいですわ。産婦人科の現場でもね、いや肥満の妊婦さん結構いるんですよ。沖縄なんか特にですわ。なんやろね、沖縄ってこう南国やからかな、ジャンクフード多いしね、ファーストフードの店で、ケンタッキーフライドチキンが全国一店舗多いねんてそんなんもあって、アメリカンな、ね、フードがいっぱいあるんですけど、まあ、そんなんもあるんかもしれへんけど、結構肥満の妊婦は見るんですけどね、やっぱ怖いのはそこに対しての知識がない、そのリスクを知らないで妊娠して、その後妊娠した後もそのリスク言われたところではーみたいな感じで、そこにあぐらをかいた状態で妊娠期間を減るっていうのは、やっぱりいろんなリスク考えた時にはマジで怖いです。いろいろ文献とか見ててもね、やっぱり肥満っていうのはもうダイレクトにその妊娠中の合併症、全部リスクの中に肥満っていうのが入ってるもんね。実際やっぱりこのコメントに、質問に対するコメントくださった妊婦さんみたいに、何も問題なく産めるパターンももちろんありますよ。大いにあります。必ずしも肥満やから何かが起きてほら見た子とかにはならないです。だけどやっぱりリスクとして考えた時にはすごくリスクほんまにあるから気をつけていかなあかんよって、でそこにも覚悟を持って妊娠しなあかんでっていうところはもちろんあると思うんですね。自分でデブやからって書いとったけど、デブの気持ちごめんデブデブ言うて、デブの気持ちに寄り添うとですね、いや私も気持ちめっちゃわかるんですよ。私高校生の時私ね、
ずっと陸上やっててね、めっちゃ走ってたんですね。バリッバリのスポーツウーマンやったんですよ。スポーツやりすぎて生理が来なかったで、ごめんね、全然違う話でね、生理が来なかったんですよ。ほいで17歳になってもまだ生理が来なかったの。さすがにお母さんがもうこれはあかんわっていうことでね、セーラー服を着た高校生の私を引きずってですね、産婦人科に連れて行かれたんですよ。ほんでそこでいろいろ検査したら、そのスポーツがあまりにも激しすぎて、プレッシャーもすごかったからね、もうなんか、国体とかインターハイのなんかファイナリストみたいな、そういう話やったんで、すごいプレッシャーとかもあって、でもう練習もハードやしってことでホルモン異常が起きてると。でこのままスポーツやっとったら産めない体になるよって、どっちか取りなさいって言われたんですよ。スポーツを取るのか、それとも将来的に女性として妊娠して子供を持つっていう、そういう人生を取るのか、どうするって言われて、そんなん言われてもね、当時の私はもう陸上取りますみたいな感じやってんけど、お母さんがさすがにいやそれはみたいになって、当時はね、今はもっと治療が良くなってるから、そんなすごいこと派手なことやらへんねんけど、昔はもう私が高校生やった時なんか何年前やね、何十年前やね、結構ね、その高校生の私に対して結構どぎついホルモン剤を投与したんですよね。そしたら一気に体調が悪くなって、今までクワー走れとったのが走れなくなってね、やっぱ女性ホルモンをバーンって入れたもんだから生理は来たんだけど、その副作用でね、半年でね15キロもうちょっとかな、むっちゃ太ったんですよ。もちろん視界脂肪がボーンってついて、いきなりそんな半年で15キロすごい勢いでしょ。そういう勢いで太ったから走れなくなってね、自分のメンタルがやられましたね。その自分は走れる、運動神経いいみたいな、そこが取り柄やったのに、急に太って見た目も悪くなり、制服きつくなり、もうなんかパンパンなって、周りの友達がそんな私をどんな目で見てんのかなとか、先生がどんな目で見てんのかな、顧問の先生が私に対してどんな気持ちでおるんかなとか、いろいろ考えたらバカにされてんちゃうかなみたいなね、高校生多感な時期やもん。そんなんでね、メンタルやられてしまってね、でもどうでもよくなっちゃってね、もうなんか家帰ってきて、高校から帰ってきて、晩ご飯の前に菓子パン3つどか食いみたいな、でその後晩ご飯も普通に食べるよみたいな、ホルモン剤投与されて、それでも太るのに、さらにそのストレスを受けたことでアホみたいな食生活をやっちゃったわけですよ。でどんどん太ってね、もうその時の辛さはほんまにもう何これっていうぐらい辛かったの覚えてるんでね、私もだからデブやったんですよ、高校生の時。もうだからそのデブの気持ちわかるもんほんで体質もあんねや、これな、今もう遺伝子学とかもすごい進んできてるから、そんなに食べてなくてもね、普通の食生活をしててもね、太る体質の人っているのよ、遺伝子的に。これどうすることもできないんですよ、もう遺伝子だから。もう自分の努力云々じゃないねかと思ったら、太らない遺伝子を持ってる人っていうのもいるわけで、たまに今までいてる、細いな自分って言ったら、いや私めっちゃ食べるんですよっていうか、油断したらね痩せていくんでね、意識してね、もう寝る前にチョコレートとかめっちゃ食べたりとかね、夜中にね起きてポテチ一袋とか努力して食べてるんですよ。それぐらいしひんかったら、ひと夏とかほんま油断したらね、久しぶりに体重計乗ろうと思ってポンって乗ったら5キロとかボーンって減ってて、うわやばいって思ってまた食べるんですよって言ってね、喧嘩売ってんのみたいなことを言うてるママがいるもん。神様は不公平やなと思います。だからデブデブって言って、ほんで心ない言葉もかけられましたね。え、わかる。むちゃくちゃなことをしててね、アメリカ人のもうなんか1日カロリー、摂取カロリー5000カロリーとかさ、そんな生活をしててね、まあその体型なんやったらうんってなんねんけど、多分ねこの太ってる人ってそんなめちゃくちゃな食生活してないと思うね。ストレスもかかるから甘いもの食べるよ、もちろんね。で、ああ食べてもうた、やってもうた、あポテチ一袋いってもうたみたいなことは、これ別に太ってようと太ってなかろうとやる。女性はみんな、私もあるもん。この間妊娠中で今ちょっと糖質をね制限してるんですけどね、検診の後やってね、ちょっといいかなって思った。ほんで私黒糖のかりんとうが好きでですね、まあ検診行ったし体重 OK やったから、ちょっといいやろうと思って、ちょっとだけと思ったんですよ黒糖のかりんとう一袋ペローっといきました。カロリー見てうわーってなったもん。もうそんなんしながらねみんな暮らしてるんやと思うんですよ。
デブは子供を産んではいけないんでしょうかって、実際心ない言葉、もう自己管理ができてないみたいなね、そんなん言うけど、いやちょっと努力してもね、痩せへん人は痩せへんもん。で何の努力もしてなくてもね、太らへん人は太らへんねん。そんなんもあるからね、そうやってなんか太ってるってデブやからっていうことで、こう自分は子供を産む権利もそういう価値もないみたいな考え方は違うと思うわ。だけどリスクはあるの、実際ね、太ってる人はね、 BMI 高かったらやっぱりいろんなリスクあります。で実際私はそういう産婦人科の現場にいたからね、あこれはもう確実に肥満が原因やなっていうようなことはたくさん見てきたからさ、そういう経験なかったらまあなんだかんだ言っていけるよっていうようなことになるねんけど、やっぱ実際見てきた身としてはやっぱり BMI 高い人たちめちゃくちゃハイリスクやし、何か起こった時にあ体型かこの肥満やなっていうのはねあるんですよ。妊娠したらあかんとか子供を産んだらいけないとかそういうことではない。でももし妊娠できた時にはやっぱり元気な赤ちゃん産めるようにね、ちょっと意識はしていかないといけない。苦しいけども、それでも痩せないかもしれないけど、でも意識はしていかないといけない。その意識ができるのかできないのかっていうところが重要になってくるんですよ。どうせ痩せへんし、どうせ私デブやからもうええねん何食べても、それで病院になんとかしてねっていうのは違うわね、それは無責任だわね。意識を持とうよっていうこと、それで結果が出るか出ないかはまた別なんですよ。だから医療者として、私としては、その自分もすごいバンって太った経験から、そのすごい辛かった経験あるからね、思うのは医療者も太ってるからってその妊婦さんをこう否定するとかっていうのは違うと思う。その妊婦さんがどれぐらいの意識を持って頑張ろうとしてるのかなっていうところに寄り添ってあげないとね、心ない言葉をかけられました。ここはだから違うと思うねんな。うん、実際ある、あの助産師さんがね、結構ね厳しいことをね、肥満の妊婦さんに言葉かけてるのとか私も見たことあるわ。いやそれは違うやろと、その人の背景よく見てあげた上で言葉かけてあげへんかったらあかんでっていうのがある。昔あったんですよ一回ね。その妊婦さんは特に太ってるわけではなかったんですよ。ただその妊娠中の体重増加がね、結構バババババンって増えてね、妊娠8ヶ月9ヶ月の段階で20キロぐらい太っちゃったよね。でこれもねやっぱ体質があってね、そんなにむちゃくちゃなことしてなくても妊娠中に太りやすいタイプの人と、そんなに努力してなくてもそんなに体重増えない人っていうのがいるんですよ実際。で彼女はストレスだったから、まあ食べとったって言っとったけど、そんなね お腹壊すまで食べてたわけではないですよね。だけどそれでやっぱ太る人と太らない人っていうのがいて、彼女は太るタイプやったんよ。その妊娠8ヶ月9ヶ月の段階でもう20キロぐらい太っとって、検診行った時にむちゃくちゃ怒られるんやって、毎回助産師さんお医者さんにね、人間のクズみたいに言われてね。で結果ね、彼女はねそのままね妊婦検診に行けなくなったのよ。恐ろしすぎて、また怒られるって思ったら、もう体重計に乗るのが恐ろしすぎて。でも妊婦検診に行かないことのリスクって、その人ね学校の先生やったんですよ。小学校の先生やって、だからちゃんとした人なんですよ。だけどその妊婦検診に行った時に病院の先生と助産師さんにむちゃくちゃ怒られるっていうのがもう恐怖になってしまって、で自分は産んだらいけない、妊婦検診に行ってはいけない、人間のクズだみたいに、もうほんまに自己肯定感だだ下がりで、私なんか生きてる価値もない、産んだらあかん人間が妊娠してるんやっていうところまで追い込まれてしまったんですよね。結果その妊娠9ヶ月の時にね、半泣きだったよ、私のところに駆け込んできてね、どないしたんって言って、よくよく聞いたらそういう経緯を話してくれてね。で実は妊娠も9ヶ月だから、本当やったら2週間に1回ずつ妊婦検診に行かないといけない時期なんだけど、私実は妊娠8ヶ月の妊娠28週のところから今もう35週なんだけど、1回も28週から35週まで1回も病院に行けてないって言うんですよね。だからもう妊婦検診放棄になっちゃってるの、行けなくなっちゃったの。でも行かな、赤ちゃんのために何かね問題が起きてたら困るから妊婦検診行かなって思うねんけど、行かなって思ったらもう心臓がバクバクしてきて病院の前も通れへんねんてってなってきてて、久子さんどうしたらいいって言ってね相談してきたんですよ。かわいそうでしょ。ほんで私ね、わかった、じゃあこの期間をな2ヶ月ぐらい病院行ってへんのはあかんことやねんけど、ではあなたの気持ちはよう分かったと、よし私がじゃあ一緒に妊婦検診行ったる、一緒に行こう、私横でこうやってついといたるから
なんか言ってこられたらそれに対して私口立つからな、正論ぶちかましたるから何様やねん大丈夫やから私に任しときって言うて、一緒に病院行ってあげたんですよ。ほんでもう来て もう構えてもうゴンゴーンですよね。何が来ても私対等にやったるわみたいな感じでね検診行ってよね、やっぱりね、その検診に来てへんかったこと怒られて、ほんで肥満やっていうこと、どんどん太ってることっていうのめっちゃ怒られてるんですけどね、怒られたんですけど、ね、分かりましたと、うん、確かに太ってることは良くないし、こんな風になっちゃったことはこの妊婦さんにも責任はあんねんけど、でもねっていうところで、すいませんちょっと別室借りてもいいですかって、で妊婦さんごめんちょっと待っといて、だって私ちょっと話してくるわって言って、で助産師とドクターのところはずかずか入ってて、喧嘩売ってないよ、このママの妊婦さんの気持ちっていうところに寄り添ったところ、ちょっと喋りましょうみたいな、ちょっと座って喋りましょうみたいなことを一回やったことがあってね、はい、まあでもね、それぐらいやっぱ女性の気持ちって、心って、人の心ってすごいナイーブやし、しかも妊娠中と来たら赤ちゃんが欲しいという気持ちっていうところに寄り添ったら、もうなんかね、もうほんまに弱いんですよ人間なんて。だからやっぱりそこの気持ちにも上手に寄り添いながら、その女性のテンションを上げてあげながら、リスクもしっかり説明するんだけど、ネガティブになるんじゃなくて、一緒に力合わせて埋めるように頑張ろうねっていう方向に持っていったらんとあかんのですよ。だから心ない言葉をかけるのはちゃうねん。心ない言葉をかけられたからってね、それでね、自分をね否定しちゃうぐらいなんやったら頑張って痩せやん、うん、そうやね。そんなんでいちいちね傷ついてる場合ちゃうねん。子供ほんまに欲しいんやったら堂々と、私太ってる分かってる、 BMI 高い分かってる、努力もしたけどリバウンドすんねん、でも意識持ってんねん、だから私頑張んねんっていうところ、強い気持ちでそこ踏み切りましょうよ。はい、そのぐらいの心がないんやったら、それで言われたからっていちいち落ち込んでるぐらいやったらもう産むな。私まあ BMI は普通21やか普通ですけども、今ね私今46歳です。超高齢妊娠です。12人目です。むちゃくちゃ多産です。はい、その時点で BMI は高い、肥満妊婦はリスクが高いって言うけど、46歳の12人目っていうのも妊娠合併症っていうところで言ったら全部当てはまるんです。全てにそれ私書いてあるわ。あ、これ私のこと、あ、これ私のこと、あ、これも私のことっていう、そういう状態で私は妊娠して、好んで妊娠したんですね。彼女がくださったこのメール、肥満の妊婦ってどう思いますか、今妊活中で BMI が34で立派な肥満体型です。いろんなダイエット法を試しましたが、生まれてこの方痩せたことがありません。絶対リバウンドします。このまま妊娠してもハイリスクなのは分かってます。心ない言葉もかけられました。でも子供が欲しい。デブは子供を産んではいけないのでしょうか。はい、これを46歳12人目の他さんの私に当てはめて、ちょっと文章を変えてみたいと思います。46歳12人目の他さんぷってどう思いますか。今妊活中ですが、46にもなって12人目を産みたいとかっていうようなわけのわからんことを言ってる人っておかしいですか。今までいろいろ心ない言葉もかけられました。でも私は産み続けてきました。でもそれに対してほんまに心ない言葉いっぱいかけられました。46歳でハイリスクだよ、何考えてるの、え、バカじゃないの、頭おかしいんじゃないの、無責任なんじゃないの、何かあった時それどう責任取るの、赤ちゃんに何かあった時に、その障害者やったりとかした時に、それってあなたがそれで妊娠したから子供に責任ないのに、それをどう考えるのみたいな心ないこといっぱい言われました。はい、このまま46歳で12人目を妊娠しても超ハイリスクなのはよく分かっています。実際心ない言葉もかけられました。でも子供が欲しい。46歳の超高齢で12人目だったら産んではいけないのでしょうか。はい、これ私のことに当てはめて今文章を変えてみました。こういう話です。だけど私はリスク分かってます、心ない言葉もかけられました、だけど自分の気持ちに寄り添いました。今の旦那さんマークとのとは第2子なんですね。12人目だけど11番目と12人目がマークの子供なんですよ。兄弟作ってあげたいなっていう気持ちがあって、46歳12人目、その時点で異常です。だけど私は産みたかった、
だからリスクはあるし、いろんなこと言われたけど、私は強い気持ちで臨みました。そして今妊婦です。同じじゃない BMI 高い妊婦さんもね、強い気持ちで臨みましょうよ。そこに言われたからってリスクがあるくて、それでいちいちひるむぐらいやったら、もう最初から妊活なんかすんなよこのデブ言ったったはいね、あの遺伝的要素とか体質とかもあるんやからね、ちゃんとそのリスクを自分の中で考えて意識を持って、だけど母になりたいという気持ち、その強い気持ちは大事にしましょう。私は応援するから。そういうことで、もう一回その自分が妊活中で子供が欲しいというその気持ちっていうところに、もう一回自分の胸に聞いてみ、そこに打ち勝つぐらいの強い気持ちあるんかどうかや。それがあるんやったら、周りからいろいろ言われたところで、デブは子供産んではいけないのでしょうかみたいな言葉は出てこんのや。わかるかすいません、いろいろ暴言吐きました。一緒に頑張りましょう。だから妊娠もしできた時にはね、ほんまにあのリスク高いからね、ちょっと頑張らなあかん で頑張れることはいっぱいある。あとはやっぱり BMI めっちゃ高いんでね、その排卵ちゃんとしてるかどうかって、妊娠そもそもできるかどうかなっていうところもやっぱ問題になってくると思うので、もし、まあ、あの排卵がきっちりないなということを感じたならば、それは病院行ったらまず痩せろって言われるで、妊活の時にね、不妊で行ったらね、うん、だけどそれもしっかりと受け止めましょう。受け止めた上であの妊活していきましょう。はい、強い意志があったら、太ってる人やからってデブやからって子供産んだらあかんとか、そんなんは違います。たった一回の人生、後悔ないようにいきましょう。暴言吐いてごめんなさいでしたはい、12人目、46歳、超ハイリスク妊婦、心ない言葉をいっぱい言われた、妊娠中の助産師ひさこです。はい、ぜひあのチャンネル登録して入学してください。いろんなこと、いろいろ言ったら分からんようになりましたはい、妻が暴言を吐いてごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい、私も超ハイリスク妊婦だから、一緒に頑張ろうね。いろいろ言われたって気にしとったらやってられへんよ。自分の人生やからな。